はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、大阪万博、メタンガス、マンビロ、ホエルをお送りいたします。よろしくお願いいたします。前回に引き続きですね、メタンガスマンビロ先生をゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。マンビロ先生。ああ、だまだま。ああ、そう、悪いね。昨日、昨日だったかな。来たばっかりで。 まあ、またね。まあ、ゲストに呼んでいただいて、連日で申し訳ない。聞いてる人はもう嫌気がさしてんじゃないか。な、<laughs> <laughs> と思ってるんだけど。すごいとこで笑い入れますね、まんびろ先生。私はね、笑いが好きなの。まあ、繰り返して、なんか連続で言葉を発するのも好きですけど。まあ、笑いも、でも先生の笑いいいですよ。豪快で。はっはっは、そう いや、本当に、すごいいいですけど。いや、なんだろう。先生ってなんか不思議なオーラありますよね。メタンガスだからね、爆発的な力があるんだよ。いや、危ない危ない危ない。いや、もうね、あの、危ないですけど、今日もまたその話題で新しい情報が出ましたよね、先生。ああ、そのことについてね、まあ、お話をしようと思って、また今日もゲストに呼んでいただいたんだけども。まあ、昨日のね、あのー、放送で、 多くの方から、まあ、本当にね、あの、いろいろな反応があってですね、コメントをいただいて、私も読ませていただきましたよ。あの、まあ、メタンガスマンビロあ。私の名前ね、初めて聞いた方もいらっしゃると思いますもんね。私は、あの、メタンガスという、まあ、それ名前の方で、マンビロがミュージなんですが、マンビロという名前はね、あの、1万2万の万と書いて、博士の博って書くんですよ。 え、それで、マンビロと読むんですね。あの、読み方が分かんないと、マンビロとは読まなくてね、万博とか読んでしまう人がいるんですよ。そうするとね、危ないですから。つなげて読むとね、私の名前からつなげて読むと、メタンガス万博になっちゃう。危ない。<laughs> 先生、やめてもらっていいですか自己紹介を。いやー、ごめんなさい。ついね。なんで私の名前知らない人もいるでしょ <laughs> だから紹介しようと思って、 いや、もう、あの、豪快なオーラなんですけど、それ以上、あの、言われると危ないんですよね。YouTube だが、ブヒブヒと。あんたそんな豚飼ってんのいや、豚飼ってないですけど、あの、まあ、ちょっと、なんていうんですかあの近寄ってくるんですよね。あのー、そう。まあまあ、本題に入ろうじゃない。昨日のお話では、まあ、3月に、え二、ー、2024年3月ですね。 あの、大阪万博の、まだ建設工事中の現場で、ガス爆発の事故が起きたと。まあ、これ、あの、やっぱりね、あの、危険じゃないかと。で、これ完成してからもね、まあ、あの、メタンガスが充満して建物内、パビリオンのね、建物の中、施設の中で、メタンガスが充満して事故が起きるんではないかと。その点はどうなんですかというね、今、まあ、そういうふうな、まあ、いろんな各国から問い合わせがあった。その、

この方思ってもいなかった。安全万全。うん。で、それで信じろうって言うんでしょうん。あの、その、なんか犬みたいな、ちょっと、先生、人間なんですど大体。何失礼。あなた、目の前にいるんだから分かってる。人間でしょ私。うん。もう人間に見えますけど、なんかこう、今、なんか犬のような狼のような、なんか鳴き声が聞こえたような気がしたんですけど。うん。先生、先生、そう、そう、それ、それ。 そう、あの、怖いんですけど、あの、そう、時々ね、あの、この声出さないと、ストレスが溜まっちゃう。え <laughs>、そう、いや、すごいなだけど、普通じゃないですよね。普通って何いやいや、普通って何って言われても、ああ、まあ、普通っていう基準がね、まあ、ないですから、あ,あ、そうですか、わかりました。まあ、でも一応、ラジオなんで、あの、突然なんかそんな声出されるとびっくりしちゃうんですよね、聞いてる方が。そう こんなんでまあまあ、まあ本題に入ろうか。え、さっきから本題,本題入ってるんですけど、まああの万博会場でね、まあ3月にメタンガスの爆発事故がありましたと。で、それで、まあ対策をね、まああの担当者含めて、まあ会場側の、まあ安全面ですよね。安全面は一体どうなってるんですかということが、まあいろんな国のパビリオン担当者の方々から質問があったということですよね。まあそれに対して、 まあ、それに対する答えが安全万全ですよと。だから大丈夫。信じろ。私たちを信じてください。というような返答があった。ということだったですよね。うん。まあ、そうなんですがね。ただね、また昨日改めて追加の情報ニュースが出ましたね。これは、あの、あらゆるテレビでも放送流れてました。えー、夕方になってからね。 何が情報を新しく追加されたかというとね、大阪万博の会場、うん、メタンガス、えー、爆発現場以外、まあこれは3月の、今あなたがおっしゃった3月の、まあ事故ですね。その、えー、場所以外でも5カ所、五箇所ですよ。で、対策が急務、えー、急いでしなければいけないことが分かった、発覚したということですね。えー、大阪関西万博の会場の建設現場で、 メタンガスによる爆発事故が3月に起きたことを受け、万博会協会は、えー、濃度が高い区画の建物に廃棄設備を新たに設けるといった対策を発表。まあ、これから設置しますと、建物が、ま、あの、建設が進行するにあたってということですね。ま、あの、今回3月にね、あの、ドカーンとなった現場というのは、会場北西部の グリーンワールドという地区、その区画によっあの、中で、まあ、起きた火花がね、なんか火花がね、工事で火花が散って、それが充満したメタンガスに引火して、で、ドカーン、ブーン、ドーンと爆発事故が起きたということが、現場検証の結果、わかってるということですね。で、その後、まあ、調査が入りですね、会場東部、東側ですよ。さっきの、グリーンワールドは北西部。 反対側ですね、ちょうどね、東側、えー。パビリオンワールドと呼ばれる区画でも5箇所で、法令で定められた基準値以下のメタンガスが検出されたと。えー、これを受けて万博会協会は、えー、安全対策を発表した、えー。ここで、まあ、万全、安全、万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 全というね、まあ、この言葉が生まれたということでしょうね。 えー、そして爆発事故のあったグリーンワールド内のトイレ。トイレ等などではガス抜き缶を、まあ、あ設置するつもりだったけれども、新たな協力廃棄ファン、強制廃棄ですね、えー。それに切り替えることを発表。もうこれ安全万全対策なんでしょうね。あと、便器。トイレの便器ですよ。便器便器いや先生。なんで あの、なんで便器をそんなに繰り返すんですか私、便器が好きなんですよ。便器便器、えー、便器や配管の周囲の隙間。これをシリコンで埋めると。メタンガスがね、便器の隙間から、まあ、上がってくんじゃないかということですね。え、え、メタンガスってそんな、トイ,えトイレのそういうものから上がってくるんですか これは難しいですよ。自然に上がってくるものもあれば、まあ我々の運運ですよ。あの運運、うん、によりメタンガスが発生することもあるということなんですよ。えー、え、それだったらどこの、だってあの、例えば会社のトイレでも、便器の隙間からメタンガスが上がってくるってことがあるってことなんですかこれもね、なんだ、わかんないんですよ。これがだからあの、 うんうんが原因でね、まるでね、こじつけて、うんうんが原因でね、グリーンワールド内の3月の、まあ、メタンガス爆発があったみたいな感じになっちゃってるんですよ。え ?3 月のなんか結構大きい爆発って、自然のなんか湧き上がってきたものじゃなくて、人間のうんうんによる爆発なんですかまあ、そういうふうにしたいんでしょう。私、細かい発表はないんでわかんないんですけどもね。 え、メタンガスマンデロ先生も知らないんですかおそらくはね、まあ、あの、便器内のね、便器の中の便器によるね、何かが起きたんじゃないかと思うんですよ。いや、なんでそんな便器、あの、なんでそんな便器にすっごい弾を込めるんですか私、便器が好きなんですよ。<laughs> いや、怖い怖い怖い。ああ、え、じゃあ、うん,うんが原因みたいに、まあ、なってるっていうことなんですかね。 うん、まあ、それ以外にも原自然現象でね、あの、掘れば地下から出てくるってのもあるんだけど、まあ、運が原因したいんでしょう。人間の運がね。あーその方がまあ、なんだろう。トイレをちゃんとすればいいということで、対策がしやすいということなんですかね。まあ,あ、そうでしょうね。で、うんのね、する場所。ね、トイレないですよね。まあ、トイレないの、まあ、隙間、天井。 ね、至るところ、ガス検知装置をつけると。だから、うーんう、ん探知機ですよ。<laughs> うん、探知機。え、うー、んうん、探知機をいっぱいつけるんですかこれはたくさんつけるよ。あの、一つの建物で30ぐらいつけるっていう話してたよね。え、一つの塔とか建物で、うー、んうん、探知機を30もつけるんですかうん、そうしないと危ないんだって。<laughs> え、 うんうんで、探知機30もつけて、で、危ない要する、うんうんで危ないから探知機つけまくるということなんですか。そうだね。まあさっきの話の通り、探知機プラス強制廃棄だよね。うんうんによる何か得体の知れないものが十万、十万するものを強制的に外に出す、廃棄するってことだね。ああ、まあたまってど、どあの、どんよりと、 なんかそこによどんで溜まる方が火花でドカーンってなりやすいっていうことなんですかね。まあそうだね。メタンガスってのはそういうものだからね。あの濃くて溜まって濃度が上がってるところに火花が散ったらドーンとなるんだよね。ああ、なるほどね。まあそれを強制廃棄して、強制廃棄だけではちょっと怖いので、まああのガス濃度測定探知機をあらゆるところに設置するっていうことなんですね。そうそうそういうことだね。 うん、だからパビリオンは、まあもう本当、建物という建物に、ガス濃度測定探知機を設置するということが決まったんだよね。はあ、なるほどね。それで、あの、大丈夫だということなんですか。うん、ガス探知機をいくらつけたってね、基準値を超えちゃえば、それはドカーンってすぐなっちゃうからね。ああ、で、そういう場合どうなるんですか その場合も立ち入り禁止だね。立ち入り禁止にして、まあ、そこに強制的な、あの、排気灯っていうのを持ち込んで、そこの空気抜くしかないね。なるほど。排気をね。強制的にね。うーん、なるほどね。で、まあ、それぐらいでもう大丈夫だということなんですか。ところがね、ところがね、あの、新しく他の情報が入ってきてね。え、ま、まだあるんですか まあね、問題だらけなの。本当に今回のこの大阪の万博はね。で、なんとね、あの、まあ第三期間じゃないけど、いや、ほら、本当危ないんじゃないですかって言ってね、また新たなグループが調査に入ったの。あ、あの、万博会場、王ですかあ,あの、ある程度建物も、まあ全部じゃないけど、ある程度骨格が出来上がってるところとか、地下室がね、あの、出来上がってるところとか、検査したの。な、抜き打ちみたいなもんだよね。 ああ、そういう機関、グループがあって、まあ、ちゃんと検査をしたということなんですかそうそうそう。そしたらね、思わぬ結果が出ちゃったの。思わぬ結果そうなんだよね。メタンガスがね、その、検査した結果だよ。昨日発表されたんだよ。これも昨日のね、夕方。あの、基準値超えのメタンガス、濃度。危ない。火花でドーンってなりそうなやつ。だから3月と同じようなことが起こりそうなやつが、 見つかったの。あらあら、大変じゃないですか。え、それ、なんか、どこら辺でなんですかえいや、ああじゃなくて、<laughs> いや、ああじゃなくて、先生。あの、今おっしゃった、そのメタンガスが高濃度ってことですよね。うん、そうそう、濃度が高いとこね。が、見つかったんですよね。サンガ月のドカーンってなったのと同じような濃度のところがあったってことでしょそう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 。 え、それは、どこら辺で見つかったんですかえー、いや、あん <laughs> え、なんでえ、なんでそれ教えてくんないんですえ先生知らないんですかあー、難しいね。えどういうことなんですかいや、表現が、あのー、どこなんですかって言われてね。あの、3月でドカーンってなった、その同じぐらいの濃度、ま、もしか、それ以上の濃度。あ危ないじゃないですか。危ない。 その濃度が見つかったところはどこだって聞いてんでしょあんたあ。まあまあそうですね。どこでしょうかって、もし知ってらっしゃるんだったら、あの、さっきみたいに、その万博会場の東側とか、ね、なんとかパビリオンのところとか、なんかそんな言い方で教えてほしいなと思ったんですよ。それが難しいんだよね。えー、どういう、え、万博の会場の中じゃないんですかああ万博の会場の中。 え、なんで難しいんですかあのね、その、あなたの質問のどこに答えらんないのなぜかというとね、76箇所の。えぇ、ー、?76 箇所ですかうん。えじゃあもう、至るところじゃないですかそうなの。え ?76 箇所が、ただ、え、ただのメタンガスじゃなくて、 基準値超えの高濃度ってことですかそうなのえ、そうなのって。<laughs> ええ、3月にドカンってなったようなところが、まだ76箇所もあるっていうことなんですかそうなのえ、そうなのじゃなくて <laughs> え、えー。え、えええ、んなんですか本当なの残念ながらね。<laughs> 残念ながらねって。え、76箇所いやいや、それって、 で大変なことじゃないですかあ。大変なことだよね。76箇所。まあな、まあ、つまり76回ね、メタンガス測定器を持って、ね、あっちこっちウロウロ、ここでよっかな、ね、ここでよっかねって測ってたら、76回の高濃度警報が、ピーピーピーっていうふうな感じになっちゃったんだよね。まあ、針振り切ったみたいな状態だよね。 えー、危ないじゃないですか危ないの。え、76箇所って言ったらほとんどじゃないですかそうだね。いや、そうだね、じゃないですよ。えそ、そんなにですかうん、もうすごいんだよね。あだからね、まあ、あのー、危ないんだよね。いや、危ないんだよね。<laughs> え、でもそんななってるのに、さっき言ったように、安全万全じゃないじゃないですか。 うんだ、出たらめだね。安全万全じゃない。76箇所出ちゃったから。いや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 、え、じゃあな、んどういう意味で、こう、安全万全ですよ、とか言っているんですかね。まあ、わかんないね。その人の頭の中でじゃないの <laughs> 頭の中でね、安全万全なんだっていうことなんですかね。多分ね。<laughs> ええー、それは大変だな。 76箇所ですかいやー、これは、もう,どう、どうなるんですかじゃあ、この先は。うん。だから、事故調査委員会としてはね、まあ、あのー、少なくても76回検知したという発表してるから、少なくてもということは、また調べればいくらでもあるよっていうことなんだよね。最低76箇所っていうこと。だって、1日しか検査してないのに76回だから。ね、76箇所。 だから、まあ、基準値を超えた、はるかに超えるっていう場所が76カ所もすでにあるということだから、これはね、あのー、なんか対策ねらなきゃいけないということで、まあ、換気はもちろんね、あのー、強制換気装置をつけるんだけど、もう一個ね、万博協会で案があるの。ああ、なんか安全対策の案なんですかそうだね。 おー、それ知りたいですね。え、一つは、あの、強制的な探知機をつけて、まあ、濃度が高くなったら警報が鳴るようにするのと、あとは強制換気ということで、排気を、ガスを外に出すための排気をするということなんですよね。そうゃねえ。え、ともう一つ対策があるんですかでもこれはだから76箇所出ちゃったから。76箇所も出たら、やっぱこうしなきゃいけないなっていうのをね、え、ど、ど、どんな、 それはね、あのー、館内、全部、パビリオンとか、外も、スピーカーつけて、流すの。流すうん。何を流すんですか今日の、うんうん状況今日の <laughs>、え、何ですか、それ。うん、だから、うん、うん、状況だよえ。え、メタンガスの濃度は、今日は、まるぐらいですよ。安全ですよ。今は安全ですよ。とかいうのを、 一時間、二時間ごとに放送するっていうことですかそうそう、その通り。<laughs> ええー、そう、ええー、そうしないと危ないんですからしいね。<laughs> ええー。なんか落ち着いて見てらんないですよね。じゃあ、その世界のパビリオンとか。そうだね。特にだって落ち着いて見てるも何も。メタンガスがさ、いつ充満するかわかんない、建物の中で。 その建物の中のさ、あの、並んでるやつを見なきゃいけないんだよ。メタンガスと戦いながら。<laughs> いや、やばいですねいや。相当来てるね。相当来てますよね。ーうーんとの戦いだよね。そ <laughs> の、うーんとの戦いですか。も尽きない戦いですね。ああ、もう終わんないね。だって、いつどこで発生するか目に見えないからね。 ああ、そうか、目に見えないんですもんね。いや、厳しいなで、それを1時間か2時間に1回、今日のメタンガスの濃度は今現在はとか言って、まるですとか言って放送するっていうことなんですか。あ,あで、それでまあ、安全ですよということを伝えるってことだね。パビリオンの中にいる人とか、外歩いてる人にね。<laughs> いや、相当、えそんな、あの、万博って、 聞いたことないですよね、今までに。ないね。ええー、え、じゃあなんか子供、お子さんとかいたら、なんかでも危ないですよね。うん、そうだよね。だってメタンガスは、検知器がついてないところで充満したら、じゃあどうすんのってことになるよね。わかんないじゃんね。だって部屋の隅に溜まるから、部屋の角の隅にね、探知器がないところに溜まって、そこでなんかセーターみたいなね、あの、河川の、なんか、 ものズボンでもシャツでもカバンでもなんかピリピリパリパリってなって静電気バシッと起きたらそれは引火するからねドーンってなるよそこで危ないじゃないですかじゃあもうパビリオンのあの一角がドカーンってなって大変なことになりますよねなるねそれは防げないこともあるかもしれないってことですかその可能性はあるよねまあ、全部じゃないと思うけどまあ100じゃないよねまあだけど 怖いんじゃないかな危ないでしょああ。えー、それで、まあ、安全万全大丈夫だ。信じろ。信用しろっていうことを言ってるんですけど、これって信用できる、信用していいものなんですかあんた今の話聞いてたの最初から。いや、聞いて、聞いてましたけど、一応なんかそうやって言わないといけないじゃないですか。 信用できるわけないですよだって。今日の話、聞いてたいや、聞いてましたよ。それどう思うのいや、とても信用できないと思いますけど、そうでしょ無理だよね。そんなとこに家族でさ、小さい子供連れてさ、のんびりと、あ、これがなんだか、あの、何々の国の名物、名産なんだね、とか言って、見てられる ああ、やっぱなんか怖いから、えー、ここはどうかなメタンガス大丈夫かなって思ってて。で、そう思ってる最中に、本日のメタンガスのただいまの濃度はっていう放送があるんでしょそうそう、どう気持ちいいいや, <laughs> いや、なんか緊張するないや、なんかそうちょっと、なんか家族でのんびり、 なんか楽しむっていう感じじゃないですよね。そうでしょ危ないね。まあ、そんな状態だね。ああ、いや、でも、マンビロ先生に伺ってよかったですよ、今の話を。うん。あのさ、やっぱなんだろうね、焦りすぎっていうかさ、あの、やっぱ、完成までの後期っていうのかな、短いじゃない そうですねあの場所が広くて大掛かりな割には工期がなんかすごい圧縮されてますよね。うん、おそらく、まあ、それが原因なんじゃないかな,なんか急いで工事をして、ね、日本中から世界中からなんか資材とか、ね、あの部品とかかき集めて、ねまあ、材料をかき集めて、まあ、それで一気に作っちまえみたいにやって。 で、建設会社もそんなになかなかいなくてね。まあ、それで道路も日本語らしかないんでしょで、渋滞してるらしいしさ。だからその中で、まあ、焦りがあるんじゃないのかな。あ人間焦ると、やっぱりなんか良くないことが起きやすいですからね。そうだよね。で、原因がうんうんだとか言い出してるわけだよね。あー え、い、今現状っていうのはどうなってるんですか今はさ、まだあの、水で流すトイレの浄化槽とかでかいやつ本当は設置しなきゃいけないけど、まあそういうのも今穴掘って埋めて浄化槽を設置して、で、浄化槽っていうのはさ、ただ設置して水流せばいいっていうわけじゃなくて、あの、衛生検査っていうのをね、使ってみて衛生検査っていうのは必要なんだよね。でそういうものもね、保険が、保健所が入ってさ、まあ国の行政の方で確認したり、 これで OK ですかみたいな感じになって調査してんだよ、今ね。そんな中だからさ、まだ、なんだろうね、あの、工事用のトイレとかそういうのを設置された仮設トイレとかさ、まあ、そんなのを使っているんだよ。だからそっからメタンガスが漏れてドーンってなったとは思えないから、まあ今回のは工事による何かでね、あの掘ったために、なんかたまたまその掘ったところが何かうんうん的なものが埋まってってね、昔からの。それが、 メタンガスがそこに溜まってたものが、まあ、出てきたっていう考えるのが一番、まあいいんじゃないのかねそれでメタンガスが、まあ、出てきちゃって人間にはわかんないからね。透明なんでね。まあ、隅に溜まって、そこに何かが引火して起きたっていうことなんだよね。ああそういう流れなんですね。でも、なんか行政の方では、まあこれはうんうんが原因だろうと言って、まあ、あの、 ちゃんと作った設置したトイレの便器の隙間とかを一生懸命塞いでるってことなんですね。あまあ、おそらくはまあ、そんなことしてもね、あの、元からあったあの土の中のメタンガスが出てきちゃってる場合は、もうどうしようもないよね。そんなことしてもね。あまあ、でも、うんうんにしたいってことなんですかね、原因をね。も、ま、う、あ、おそらくそうじゃないのかな。まあ、だから、うんうん、検知器みたいの透けんでしょう。 <laughs> 建築ああ、いっぱいね、あっちこっちにトイレとか、あっちこっちにね、そうなるね。で、まあ、安全万全というのを訴えて、皆さん安心してきて、来てくださいということで、やることはやってますということなんじゃないのかな。で、まあ、それだけじゃちょっと、みんな不安だろうから、ね。うん、建築と強制廃棄だけじゃ、まあ、なんか不安で、なんかこの起きた一連の出来事がね、 ちょっと解決の方向に行かないかもしれないから、じゃあもうパビリオンとか外で歩いてる人、まあ会場ですよ。会場全体にスピーカーをつけてそこから、今日のメタンガスの尿道は現在何々っていうのを流せばいいんじゃないかと。1、2時間ごとにね。まあそういう結論に至ったということだね。ああ、なるほど。そこであんたが、 いや、これでは本当安全なんですか行きますかそこにっていう質問したんだけど。安全のわけないでしょ。<laughs> そりゃそうです。ああ、なんだけども行ってみたいんですよ。行ってみたいけど怖い感じはしますよね。ああ、そうだね。ここまで来るとね。これはね、この間の3月のメタンガスのドーンで、いや、あれは偶然でね、あの本当に検査したけど、も、ま、う、あ、ロ箇所で、もう警報もゼロ回、なんないですよ。 もう全然大丈夫、安全ですよって言うんだったらまた話も別でしょでも念のために強制換気つけますよと。建築も念のためにね、ゼロ回でもうメタンガスはないって確認されたけど、まあ、とりあえず安全が大事だからね。検査機もつけますよ。ということであれば話わかるよ。また話違うよね。ああ、本当に安全なんだなーってなるじゃない。なるほどね。あ今の先生のおっしゃった通りであればね。 でも76回も警報器が濃度の濃いやつで鳴っちゃって、いやいやこれなんだってなってる状態で、いや大丈夫ですよと、1、2時間ごとに会場内すべてのスピーカーから、今日の現在のメタンガスの濃度はという放送をする。だから大丈夫だって言ってるっていうのが、ちょっとどうかなっていうことですね。そりゃそうだよ。 だって放送した時にさ、メタンガスの濃度が高かったらどうするのなん、どんな放送するの今日はメタンガスがマックスですよっていうの。そんな誘屈。いや、会場から一斉に逃げ出しますよね。そうでしょそれだっておかしいじゃん。何も考えてないの。放送するっていうことは、安全な数値を流すっていうのを前提に言ってないあー、なるほど。そう言われてみれば、まあそうですよね。確かに。 濃度が高いから危険ですなんていう放送を流したらみんな会場内がうわーとか言って出口に殺到しちゃいますもんね。危ないでしょう大変なこと起きちゃうでしょう,うん、だからそれもなんかおかしいよね。一方的な見方で。なるほど。先生は分析されてますね。いろいろね。わかりました。まあ、だけどまあ、無事にね、あの、いい、みんなが喜ぶ映画の万博が開催されるといいですよね。 あんた本当にそう思ってんのいや、一応、あの、締めなきゃいけないんですよ、ラジオって番組を。ああ、わかったわかった。あんたも苦しいね、立場がね。いや、いやいやいや。いや、あの、もうあ、ちょっと危ないですから。あの、今日は、あの、ゲストにメタンガスマンビロ先生をお迎えしました。ありがとうございました、先生。あ無理やりだよあははは。<laughs> まあ、また来るよ。ありがとうみんな。ありがとう。また次回の動画で、 お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。